天使の輪を、天使の輪を、普通のベーコンではないという認識でやってほしいな。怪物の食事どうぞ。うわっ、それ見分けの止まんないですよ、半端ないです、5時から半端ないですよ。おかず力とは、そのおかずでどれだけのご飯を食べられるかを数値化したものである。はい、始まりました。ピピピピピピ、おかず力調査隊、あなたです、お願いします。ピピピピピ、太ってる人、コストコのホットドッグ食べたいよりも並ぶのきついが勝ってまっすぐ帰りがち、おかず力調査隊隊長の岩本です。よろしくお願いします。お願いします。よっしゃ、それではね、今日も、ちょっとこの隊長の髪型をいじっていく時間を取りたいと思います。お前、そう、あ、お前、そのあんまなんかこういじんね。天使です。天使、天使の輪を、天使の輪を、はい、こうするとあのケトルベルっぽいですけどね、こうやる。俺の顔でこう振るの。はい。こうする。風の持ち手みたいな。何かが爆発。何かが今爆発したな。はい、あの完全に爆発ということでね、あのぜひあのラーメン会見てください。はい、おかず力というのは、そのおかずでどれだけのご飯を食べれるかを表したおかずとしての性能を表す数値のことです。そのおかずでご飯を 1g 食べれたら、おかず力を10として測定していきます。今日食べていくおかずは、あの夕方からね、ちょっとあるところに行ってまいりました。はい、はい、あの皆さん大好きデブのディズニーランドコストコに行ってまいりました。舞浜の駅に着いた時のワクワクと同じなんでね。はい、はい、ということでね、まあ、コストコ行ってきて、はい、写真出ますかね。パンパン、撮影時のみマスクを外しております。団長の思いで、うん、今一番食べたいもの、そうそう、それ一つずつ選んでます。はい、なかなか選ぶの苦しかったですけど、いや本当に4時間ぐらいかかったかな。マジで8分ぐらいで2人とも選びました。もう立ってんのきつが、早く帰ろうと言って。僕が選んだおかずはババア、アップルスモークドベーコン、リンゴのベーコンです。これ分かりますかね、でかさ、このベーコンの。お前手でかいから、あ、そっか、しちゃったらちっちゃく見えちゃう。リンゴの、リンゴのベーコンってなんかすごい、っていう、普通のベーコンではないという認識で正しいのか。普通のベーコンあるよ。リンゴの果汁を隠し味に加え、リンゴの木で香り豊かにいぶしました。すげー。厚切りでじゃがいもと炒めたり、トマトと一緒にサラダにどうぞ。えらい具体的やな。あった、炊けたね。かけた。今お家にあったベーコンと、ちょっと形式が違う。ベーコンの形式が違うけれど、すごく分厚いし、まあ確かに、まあ本当に分厚いですね、これは。うん、まあ一人で、はい、一人一本食べていこうかなって。本当怪物の食事なんですけど。はい、私が購入したおかずこちら、バーデンハワイアンサーモン。コストコではでかいサーモン結構思い浮かべる方多いと思うんですけど、これなんともう味もついてて、うん、切られてて、うん、もう開けてかけて食うだけです。食うだけ。今キッチンの方でね、あのボールがドワーンとなりましたね。じゃあもうちょっと食べていきましょうか。はい、怪物の食事どうぞ。うわぁ、バクバク、うわぁ、うわぁ、うわぁ、むしゃ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 、はぁ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 、それあれじゃん、チョコプラさんのアムアムアムじゃん。ベーコンとサウナ、これだけはね、熱い方がいいです。いわっちです。ちょっとね、こっちは食卓やばいことになっております。よいしょ。うわちょっとね、にやけが止まんないっすわ。半端ねー、はい、すごい、絵力半端ないっすね。これやばいね、なんかお祝いみたい。それではいただきまーす。いただきます。
ます。よいしょ。これはやばいぜ。うん、まじうま。どうどう、ちょっとリンゴの感じがする気がする。なんかアップルパイ食べた時と同じような後味的なこと。はい、なんか、ふわってちょっとうまい。コストコの油が乗ったあの大ぶりのサーモンがもうめちゃめちゃいい。あの本当にマジでハワイで食うポキの本当のもうそのまんまの味が、もう買ってきて蓋開けた瞬間から食べれるってめちゃめちゃすごいことなんで。リンゴのベーコンめっちゃ人気商品らしいよ。このポキさ、ちょいピリなのよ。これそれがまたね、おかず力ブーストかかってるわ。俺さ、公共の交通機関乗ってる時に寝たりできないのよ。はいはいはい。だからハワイとか機械まあ、大体8時間とか10時間とかかかるけど、うん、一回も寝れないのよ。めちゃくちゃきついから。東京行った時も、うん、行きも帰りも離陸する前から寝てました。やば。 MRI とか逆に寝れるぐらいあります。やば。俺も MRI 入るのも怖いもん。そんなこんなでね、うん、MRI が怖い。岩も一杯目完食です。離陸前に寝ちゃう新たな隊員完食です。真逆だな。2杯目食べていきます。いや、強ベーコンやね、これ。強ベーコン、わっ、パンがでかいな。お前が急に始まりましたって言うとき、こういう気持ちだ。そんなね、パンがでかい岩本は2杯目完食です。あの、今日僕たちが行ってきた、はい、コストコ久山店なんですけど、はい、なんと、あの、嫁もんさん情報によると、うん、日本で初めてできたコストコらしいです。本当？本当？コストコ行ったら絶対これ買うとかある。ミスジ。あ、焼肉、ビーフ。僕はあのクランベリージュースとか。ジュースめっちゃ好きだから。うん、そうなんだ。体調あんま飲まないですもんね。全然飲まない。俺お菓子も食べないし、ジュースも飲まない。うん、まあ、説得力ゼロなんですけど。ジュースで培養デブなの。あの、僕のチームは炭酸のジュースとかが禁止だったんですよ。で、なんか夏の合宿だよね。前半の合宿が終わった、その日の、まあ、帰りに、うん、いやもうお疲れと、はいはい、自分こう自 分,、まあ、自分にもだし、みんなにも、あの、はいはい、後半の、合宿に向けて、まあ、みんなで頑張ろうやみたいな気持ちを伝えようと思って、あ、まあ、お酒とかじゃないから、まあそう、本当じゃないけど、ちょっとコーラで飲みながら帰ろうやみたいなサプライズを、あの、部活で一番楽しい時間。その4人分のコーラを500億でこう買って、はいはい、自販機で抱えてこれみんなにこうバーンって見せたらもう盛り上がるぞみたいな。よしよし、買うぞと思ってこう行こうとしたらキューってなんか車が止まって、はいはいはい、今一緒のチームでプレーしてるあの小林さんというね、15番のタイトエンドの、まあ、僕たちのコーチをしてくださってる方なんですけど、キュッと止まって、お前なんやそれと。僕はあのもうこう持ってるから無理だもんな。500が4本だから2キロのコーラを持ったまま固まってですね、あのその後めちゃめちゃに怒られました。こんなこんなで、真夏のコーラを飲みたかった新たの思い出を聞きながら3杯目完食。僕あのベーコン残り1つになりました。いや、完食。完食。ちょっと僕が長々ちょっと食べちゃったんですけど、いやもう3時間経ちましたからね。はい。まあ3時間経ってないんですけど、どうでしたでしょうかポキ。まあ、なんか見た目は漬けみたいな感じなんですけど、ちょっとハワイアンテイストというか、うん、いう感じ、すごい食べやすくて、ちょいピリ辛でめちゃくちゃご飯進むような味付けになってて、かといってこう油乗ってるサーモンなんですけど、くどさは全然ないんで、本当に食べていいよって言われたら無限に食えるような、うん、あのサーモンだったんで、箸止まんなかったです。ごちそうさまでした。僕がね、あ、僕がね、すぐか、僕がね食べていった、リンゴのベーコンなんですけど、まあ、普通のベーコンよりもなんか甘みを感じるなと、まあ、気のせいかもしれないですけど、油
嫌な脂っぽさみたいなものが、まあ、なくて、はい、どっかり感みたいなのは全くなくて、はいはい、ほんとずっと美味しく食べ進めてこれました。まあ、ただ最後の方はやっぱもう噛むのがね、うん、もう顎がもう疲れてて、ね、はいはい、現代人は咀嚼の回数が減ってソサゲの回数が増えてるというふうに言われておりますので、はい、言わっちです、はい、お後がよろしいぜひ、まあ、このポキーね、あとベーコン、はい、皆さん、コストコ行って買ってみてください。はい、コストコに、皆さんがね、購入した金額の 1% が、おかずよくチャンネルの方に入るようになったらいいなというふうに思っております。はい、それではね、まあ、今日食べてきた、おかずのおかず力をそれぞれ、発表していただきたいと思います。はい、はい、じゃあ嫁ボンさんお願いします。新た隊員の、はい、リンゴのベーコンのおかず力は、はい、14,550円。やば、 1.4 キロ食べました。ベーコン1本で米を。岩本、はい、食い気味、岩門隊長のサーモンポキーポキーポキポキ1,270円。ベーコンを丸ごと食う怪物の後に言われるとなんか普通なんか人の所業になっちゃうから、はい、コストコに売ってあるあのベーコンも美味しそうだしポキも美味しそうだけど、あの大きい袋に3つになってる韓国海苔のこうふりかけのやつがマジでもううまくてうまくてもうおかしくなっちゃうよっていう方や、それお前じゃんお前の感想じゃん。家にね常備してるんで、うん、おいおい岩もコストコに行くのはいいけど自分が涼むためだけにフルーツのコーナーに長時間滞在するのはやめてくれよと思ったそこの肩も肘も首も足首も膝もチャンネル登録高評価、僕たちの SNS のフォローもぜひよろしくお願いいたします。いたします、いたします。はい、それではね、また近々おかず力の方を測定していきたいと思いますので、皆さんその日まで See you! バイバーイ。ビビ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 すごいすごい、6本でこれよ。モードに入ってしまったので早速いただいていきたいと思います。いや、うめえですよ、やっぱりね、これ肉汁がすごい。隊長キャンプとか好きですか？